はい、こんにちは。レクセン二講師の矢島です。えー、最近民法の、まあ、債権法とかね、相続法のところが随分大きな、まあ、改正がありましたけど。まあ、特に、こうね、民法ってもともと、その。 範囲がね、広くて、まあ、勉強するの大変な、まあ、科目ですけどね、えー、そんな中で、まあ、法が大きく改正されてね、まあ、どういう風に勉強していこうなんていう形で、まあ、悩まれてる方が多いと思うんですね。そこで、まあ、今回、その9時間でね、その改正民法の要点がしっかりとまあ理解できるようなあの講座をね、こちらの方であの作りましたのでね、まあ、その講座のご案内ということになりますね。で、特にあの、この、私の改正民法要点講義はですね、えー、特にこの改正前の民法の学習経験がある方がね、その改正前の民法と改正後の民法をね、このごちゃごちゃにするというね、えー ところそこをしっかりとこう、ねえー、防止したいということで、えー、その改正前の民法がまずこうだということを簡単に確認した上でえー、その改正後の民法がこうなっているんですよということで理由,を踏まえて、ね、理由を含めて説明するようなそういう流れであのやっていきますので、ねまあ、特にあのその改正前の、ね、民法があのこう学習経験がある方でも、ねまあ、こうスムーズにです、ね、改正後の民法を身につけられるような形でまあ工夫しておりますので、ねまあ、安心してあのこちらの講座の方で勉強していただければという,ふうに思います、ね。でえー、具体的ににどういういここととをやるのかってことに関してはは、まあ、今日はあの3 サンプルテキストはのウェブの方でダウンロードできるようにしてますので、まあ、ちょっとダウンロードできる方は、ね、ちょっとサンプルテキストの方を見ていただきたいと思います、ねで。ダウンロードできない方のためにちょっと画面の方に、ね、サンプルテキストの方を映させていただきますと、まあ、一番まず後ろの、ね、目次を見ていただければだいたいこういうことをやるんだなということが分かっていただけると思います、ね。えー、で このサンプルテキストのまあ一番後ろの方でほう、ね、えー、まあ目次なんですけれども、まず、えー、上編の次の第1編のところで、総、え、則、ー、に関する、ね、改正法のお話をまあしましてね、ねそのあとの第2編で再建法の話ですね、で再建法のところっていうのは結構、まあそのね、改正が多岐にわたって非常に、ね、大変なところであるんですけど、特にまあこれね、皆さんが。 しっかりとね、その改正法の要点が分かるようにするために、まあ、特にこう大事なところをこう順番ですね、しっかりと体系立てて、章、まあ、立てとナンバリングをまあいたしましてね、特にこの改正法の要は核になるところから順番にこう学習できるような形で、まあ、そのテキストの流れとね、テキストと講義の流れをまあ工夫してますのでね、まあ、スムーズにこう改正民法の理解ができるようになるんじゃないかというふうに思いますね。それから次のページのところですけども、第3編で相続ですね。で相続のところなんかもまあ結構あの 細かいあの改正があって、ね、えー、そこを何でもかんでもやろうとすると、ね、まあ、まあやっぱり全体がどうなっているのかというのが分かりづらくなってくるので、まあ、ここもやっぱりこう、ねえー、特に大事なところをです、ねえー、しっかりと学習できるように、まあ、こちらの方も私の方で、総立てをまあいたしまして、ね、えー、改正民法のまあ要点がしっかりと理解できるようにです、ね、えー、そのテキストと、ね、講義。 の方がですね、流れていきますのでね、まあ、民法、ここも同じくね、民法が苦手な方でもね、まあ、スムーズにまあ民法の学習ができるようにあのなるんじゃないかという,うに思っておりますね。で、あとはあの、親族のところもね、今、法案が上がっていて、まあ、改正される可能性が非常に高いところなんで、まあ、今、こういうふうに、あのね、法案が上がってるんだっていう話をね、して、えー、それで、まあ、この講義を聞いてもらうことによって、まあ、近年の、こうね、改正、えー、民法の話が全部ね、理解できるような、ああそういうふうになっております。で、えー、具体的にじゃあ、そのね、えー、講義がどういうふうにあの進行の するのかってことであの気になっている方もいらっしゃるんじゃないかというふうに思いますので今日ちょっと試しにですね、えー、その弁済の提供と受領主体のところをね、えー、こういう感じであの事業進んでるんですよということをちょっとねお見せ、えー、したいと思ってますで、この目次のちょっと手前のところにすいません遡って、えー、いただきたいんですけれども、えー、90ページのところですねまあサンプルテキスト web でダウンロードできるようにしてますのでねぜひちょっと見ていただければと思うんですけどもまあ画面の方にも映しておきますで。 弁済の提供とちょ,ょちょっと今日ね、受領地帯というところのお話をしたいと思ってますね。で、ちなみに、あの、これ改正前の民法をね、学習されてる方であれば、まあ、あの、当然のことだと思うんでね。えー、ですけれども、まあ、一応ちょっと簡単に言ってきますと、まあ、債務者がね、まあ、何かこう弁済の、まあ、提供をすると。で、え、債権者がそのね、弁済の提供を拒むっていうことになると、それ同時に債権者の方で受領地帯になるんですよね。というわけで、まあ、実際には弁済の提供と受領地帯っていうのは。民法の条文上ね、別、別のところに、まあ、それぞれ、別のところに、それぞれ規定。 されてるんですけど実際にあの事例を処理するにあたっては、まあ、一緒に問題になる時がまあ多いです、まあ、そこで、えー、私の講義と、ね、テキストの方では、まあ、事例の処理の中で、ね、同時に問題となるようなものはやっぱりこう体系立ててです、ね、理解をねした方がまあ今後のためになるというふうに思いまして、まあ、そういう 事例処理にあたってね、ね相互に関係するようなものに関しては一緒に学習できるような形であのまとめておりますね。というわけでね、ね今日はちょっとこの弁済の提供と事労自体、まあ、似たようなまあ制度なんですけれどもね、同じような時に問題になるような制度なんですけど、ここのところもちょっとお話をしたいと思ってますね。で ここはですね、えー、まず改正前の条文を確認していきましょう。改正前の条文非常に抽象的でってね、えー、結局ここをいろんな解釈論を展開して、えー、それぞれこの弁済の提供の効果とか受領自体の効果を、まあ、導いていたという状況でしたねで。ちょっと条文を見ていきましょう。まあ、非常に抽象的な条文ですが、えー、改正前の492条ですね。 えー、債務者は弁済の提供のときから債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れるんだとこういう規定になってますね、これが弁済の提供の効果です。今度、この,の413条これも改正前の条文ですけれども、えーまあ、見ていきましょう債権者が債務の履行を受けることを拒みまたは受けることができないときはその債権者は履行の提供、でこの履行の提供というのが要は上の、ね、弁済の提供とまあ同じなんでねそれで実際の事例を処理するときは、ね、この弁済の提供と事例自体っていうのが一緒に問題になるときが多いんですけど、まあこの このね利子の提供があった時から、えー、これは債権者の方がね大責任ですけど、えー、そのね利子、えー、の提供があった時から地帯の責任を負うんだという形でね、えー、こういう規定があります。でこれが。 今度ですねこの改正後の条文が91ページのところで、弁済の提供は相変わらずなんですけど、事業自体の、ね、効果が結構具体的に規定されていましてで、中身を見るとね、これ今まで解釈論で導き出していたものが全部明文化されてるんですよね。まあそういうあの状況になってます。でまずここををちちょょっっとと条文見る前にね全体像のちょっと理解を しておいた方がいいかなと思いますので92ページのところのですねこの縦1、弁済の提供の効果と再現者の受領地帯の整理の効果というちょっと見出しのところを見ていただけますかねでその括弧1、弁済の提供の効果でこのね3つ目の中のところを見てもらえますかね、この3つ目のブロックにちょっと長めの中のねブロックがあるんですけど中のとこですね。 でここでちょっと簡単に説明しますと、えー、法改正前は債権、まあ、者の受領地帯は債務者の弁済の提供の裏返しだと、ね、改正前の民法を、ね、学習されている方は、まあ、こんなのは、ね、余裕だよとうう皆さん思っていると思いますけど、ねまあ、ここままず確認しておきます債権、まあ、者の受領地帯は、ねえー、債務者の弁済の提供の裏返しのもので,ものでありまして受領地帯の法的性質について、ねまあ、法定責任説に立っていくと、ね、これ裏返しなんだということで,でじゃあその結果どうなるかというとこの2行目の途中のところですが事業 と弁済の提供は同じ効果なんが出てくるんだよ。と、そういう風にあの理解されてましたね。で、その具体的な効果としてはこの下にね。丸1から丸5。 に挙げてあるんですけどまず丸 ① このね債務不履行責任ですね要は債務者はその特にこういう債務履行責任って具体的には履行地帯責任なんですけど、えー、債務者はこの履行地帯責任を免れるんだとまあ、そういうまず効果が出てくるそして丸 ②、えー、債権者の同時履行の抗弁権を奪うんだとそして ③ ですねまあ、これはね保管義務目的物の保管義務なんですけどまあ全管注意義務を追っていてもねその注意義務が軽減されまして、えー、事故の財産に対するのと同一の注意 思ってね、その物を保管すれば足りるんだ。まあ、要は簡単に言えば、注意義務の軽減ですね。 本によっては、ね、経過室が面積っていうふうに書いてある本もありますけど、まあ、いずれにしろこの保管義務の、ね、注意義務が軽減されるっていう効果が出てくるということには争いがありませんでしたねそして ④、まるその危険負担、うん、ですね目的物の捏出等の,、ね、その危険を誰がじゃあ負うのか受領地帯中の,、ね、その責任誰が負うのかっていうとそれは債権者要は飼い主ですね飼、まあ、い主で、ね、要は売り主の方が弁済の提供してるのに受領地帯をしてしまう飼い主が悪いんだってことで、ね、その受領地帯中の目的物の捏出の危険はねその買い主 の方が移転するんだってことでね。えー、まあ、再現者、えー、ここで言うね。えー えこの危険は債権者が負うんだという形であの効果が出てくるというふうに解釈されてましたそして丸五のとこですけどもまあ仮に受領地帯によってね何かこう増加費用がね保管料とかが増えちゃったってなったらその負担は債権者がするんですよというような形でね丸一から丸五までのその効果が出てくるんだというふうに言われてましたねでこれ従来はその弁済の提供と受領地帯それぞれの効果からね要は表裏の関係なんで受領地帯の効果としても丸一から丸五のものが出てくるしえこのね弁済の提供の効果としても丸一から丸五が出てくるんだ そういうふうにあの理解されていたんですね。要は弁済の提供と受領地体というのは、誰をね、その要は主軸に、その物事を分析するのか、その事例を分析するのかっていう話でね。まあ、債務者、弁済の提供した債務者を。 中心にねその物事を分析していくんだってことになったらそれは弁済の提供の問題としてまあ論じていくことになるしそのね受領しなかったっていうその債権者の立場をね主軸にその事例を分析するときはまあ受領自体の効果としてまあこういうのが出てくるんだというふうに理解されてましたで今度改正法がねすごくまあ分かりやすくなりまして特にねこの前のページこれでようやく条文見やすくなると思うんですけど91ページ見てもらえますかね 結論なんですけど弁済の提供の効果の条文はそんなに変わってないんですよ。その代わり、需要地帯の,えそのね効果をあの結構、新法の方はは改正法の方がかなり具体的にま来て、えー されするようになってましたので、えー、規定するようになってますのでね。まあ、そういう形であの整理されているってことが分かります。で、結論なんですけど、弁済の提供の効果、ちょっと新しい条文を見ていきましょう。492条まあ、債務者は弁済の提供の時から債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れるとでこれはですね。あの、この下の受領地帯の効果とのまあ関係。 でですね、これはもう、履行地帯責任要は改正前はね、この92ページの中のところでいうと、この3行目のところの丸一、この履行地帯責任を免れるっていうことを表すために、この新法の492条、こういう表現にしたっていうふうに言われてるんですね、で逆に言うと、それ以外の効果は全部、事業地帯の方から導いていきましょうというのが新法の,の流れになってますで、具体的に今見ていきますとね、413条見ていきましょう、もう理工地帯責任を免れるっていう効果はね、弁済の提供の効果として出てくるんですけど、それ以外の効果がね、事業地帯の方から出てくるってことが書かれてます。 413条1項 こちらはですね注意義務の軽減なんですけど債権者が債務の履行を受けることを拒みまた受けることができない場合においてねその債務の目的が特定物の引き渡しであるときは債務者が履行の提供をしたときからその引き渡しをするまでね事故の財産に対するのと同一の注意を持ってその物を保存すれば足りるということで、えーまあ、改正前はねこれ弁済の提供の効果でもあり事業地帯の効果でもあ,るあったわけなんですけど改正後は、もうこれ事業地帯の効果だけ、えー、このね注意義務の軽減というのはもう事業自帯の効果だけから出てくるというふうにあの理解をしていきます。で 今度413条の2項ですけどこれは増加費用の債権者負担ですねこれも受領地帯の効果として明文化されてますので、ね、こちらも今後は弁済の提供の効果としてではなくて受領地帯の効果として出てくるという,ふうに理解をしていきますね。ね2項を読んでいきましょう 413条2項債権者が債務の履行を受けることを拒みまたは受けることができないことによってその履行の費用が、ね、増加したときはその増加額は債権者の負担とするんだという形ですねだけど増加費用の債権者負担も自動自の効果として、ね、明文化されておりますそれから危険負担の問題も、ね、あの明文化されてましてそれがこの下のところですね413条の 2, の2項ですね、えー でちょっと中身でいきますとね債権、えー、者が債務の履行を受けること怖いまたは受けることができない場合において、ね、要は受領地帯の時ですね、まあそういう時に、えー、履行の提供があった時以降にです、ね、当事者双方の責めに期すことができない自由によってその債務の履行が不能となった時はその履行の不能は債権者の責めに期すべき自由によるものとみなすんだという形で、まあ、危険が債権者に移転するんだ受領地帯中の目的物の目的物の目不能の危険が債権、まあ、者の方に移転するんですよということもあの従来 解釈論でまやってたんですけどえ、それがねこの413条の2という形であの明文化されてることになりますね。で、これで上、ね、ちょっとまたこの92ページの中のところ戻ってほしいんですけど、この中のところでねえー、まあ従来ね。その解釈論で弁済の提供、あるいはその受領地帯の効果としてこの丸1から丸5のものがまあ生ずるというふうにね。されてました。で、この丸1の履行地帯責任を免れるって言うのは先ほど見た通り、その？ 新法の方ではね弁済の提供の効果492条から出てくるんだと。 ということになってきますそれがこのね、中のところのしかしっていう段落のところですね、まあ、改正法の下では条文上、受領地帯の効果と弁済の提供の効果を整理して規定されたと、具体的にはね、弁済の提供の効果としては、この履行地帯による債務履行責任から免れるという効果のみがまず認められるんだと、で、受領地帯の効果はね、今、条文ね、見た通りですけど、まず413条の1項でね、この注意義務の軽減、413条の2項で ②、丸に増加費用のね、債権者負担、で、この丸三のとこですけど、えー、まあ受領事態中のの、ね、当事者双方の によらない離婚フロの危険が債権者負担になるんですよこれが明文化されておりますねでちなみにあの一つねあの 解釈論であの今までこう出てきたね、債権者の同時以行の公弁権を奪うというのは明文化されてないんで、これは相変わらず解釈論にまあよるんですけど、まあ、この中谷先生の本なんかだとね、まあ、こちらは、えー、この従来からの解釈論により、まあ、受領地帯の効果として、ねまあ、認めていけばいいんだというような形でまあ書かれておりますね。えー、まあ結局は、弁済の提供の効果としては、もう債務者が履行地帯責任を免れるんだというところをそこを固めてね、えー、それ以外のまあ効果はね、この受領地帯から出てくるんだと。まあ 公平の観点からね、受領地帯から出てくるんだ。まあそういうふうに整理すると、いうふうにね考えているというのが新法の考え方になりますね。あと追加でこの最後のところですけど。 改正法の下では弁済の提供の効果としてこの弁済供託権も発生するということですねこれ今まではなかったんですけど、まあ、これがね明文化494条の1項でねちょっと離れたところですけどこのね事業自体のまあ効果として、まあ、こういうね供託をできるんだ債務者がね供託をして債務を免れることができるんだという形で、まあ、弁済供託権も発生するということですね要は事業自体がその供託自由の一つになってくるんだというそういう理解をしておいてもらえればというふうに思いますね まあそんな感じで、ね、あの93ページのところ、まあ、実際、のこの、ね、講義の方であの触れてい、えー、るんですけどね、まあ、そんな感じで弁済の提供と受領主体の関係を最後にこうまとめて、まあ、それです、えー、講義が、ね、締めくくられるというような感じ、まあ、その分野の、ねえー、ところが締めくくられるという感じになってますね。というわけでこういう感じでまあ改正前の話を、ね、ちょっとこう触れてで改正後の話をまあいたしますのでね、まあ、特にこの改正前の民法の学習経験がある方もうまあこういう形でやっていけば、ね、確実にです、ね、その改正前後の法を誤、ね、認混同することなく進んでく。まあ スムーズに改正法の勉強ができると思いますので、ま1、あ、つね。まあ、もちろん、あの独学であのされても全然構わないんですけどね。まあ、もしなんか効率よくね。まあ、こう予備校の講座を利用して改正法を短い時間で理解したいなっていう風うに思うん。であればねまあ。ちょっと私の講座の方のね。検討なんかもしてもらえればという風うに思いますね。まあ、そんな感じで。まあ、今回はこの改正民法のねこの講義の。 話でしたけれどもね。まあ、ぜひ、あの、まあ、民法受験の科目、民法だけではありませんのでね。まあ、うまい具合に、あの、計画立ててですね。えー、その、満遍なくですね。受験の、その各、各、科目のね、対策ができるようにですね。まあ、しっかりと、今後とも、あの、学習をね、していっていただければというふうに思いますね。あと、私の方で、まあ、司法試験とかの予備試験のパンフレットの後ろの方に、結構、いろんな無料公開講座、あの、やってましてね。で、その告知がされてますので。あとは、レックのウェブページの方でもね。え、いろいろな無料公開講座のご案内をしておりますのでね。まあ、ぜひ、あの、いろいろ。 こちらの私のところに、ね、足を運んでいただいてですね、まあ、声なんかをかけてもらえると、ねまあ、非常に嬉しいかなというふうふに思いますね、まあ、そんな感じで、ぜひ、えー、まあ民法なかなか範囲広くてまあ大変ですけども、まあ、計画を立てて、ね、早めにあのきちんと学習をしていってね、まあ、ぜひこれを機会に、ね、民法をあの得意科目にしていっていただければというふうふに思いますねじゃあ今回は、ね、こちら改正民法要点講義の,あのご案内でしたけどもね、えー、まあ何か機会がありましたら、ね、ぜひお会いいたしましょうじゃあ本日はどうもお疲れさまでした。